米大、リーグレーズ4から6エンゼルス、27日、セントピーターズバーグトロピカーナフィールド。エンゼルスの大谷翔平投手が27日、日本時間28日、敵地でのレーズ戦に2番 DH で出場。9回に左翼席に2試合ぶりとなる25号ソロを放ち、ア・リーグ本塁打トップのゲレロ、ブルージェイズに1本差に迫った。今月10本目のアーチで2019年6月にマークした月間9本塁打の自己最多を上回り、試合後は1試合1試合打ちたいと思っています。その結果、複数本に打てる試合もあれば、連続で打てる試合もある。いい打席は多いかなと思いますと手応えを明かした。4回は、四球後に今季11個目の盗塁となる2盗を決めて、6回は右越え敵地2塁打、7回には右翼線敵地3塁打と4打数3安打3打点。打率2割7分7厘、59打点、ア・リーグ3位として6連敗阻止にバットと足で貢献。いいところで打てました。四球もしっかり取れた。点に絡むことができてよかったですと声を弾ませた。試合前には8分材料があった。米大リーグがオールスター戦7月13日デンバーの先発野手を対象としたファン投票の一次結果を発表した。大谷はア・リーグ DH 部門で1位の196万1511票を集めて各ポジションの上位3人。外野手は同9人による28日から4日間の最終投票に進んだ。多くの人に投票してもらってすごく嬉しいです。選ばれたらその期待に応えられるようにいいプレーを見せられるように頑張りたいですと気持ちを新たにした。上り調子で迎えるのは28日からの敵地でのヤンキース4連戦。前回、聖地でプレーした18年5月は3連戦に、すべてに出場して9打数無安打5三振に終わった。今回の遠征では、30日に投手として、ヤンキースタジアムのマウンドにも初めて上がる予定。ベーブ・ルースの再来と言われて、全米の注目を集める大谷が、レジェンドゆかりの地、ニューヨークで新たな伝説を作る。